始まりましたパチタン TV、今回もですね企画会議から始めていくんですけども、どうですか皆さん。はい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 、もう僕、うん、あれですよ、待望のスペシャルコラボレーション。はい、ありがとうございます。そうですね、そうなんです、初めましてで、まあ、僕の方はね別にスペシャルじゃないんですけど、いや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 、スペシャルな女性が来てくれてますんでね、ありがとうございます。本当に、ついに私もそう思ってた以上に優しい方で良かったです。もうちょっと責められるかなと思ったんですけど、あれですね、見た目が悪いみたいな。いや違います違います、ね、なんかちょっと昔悪かった人なのかなって勝手に思ってたので、あ、いや、なんかもうガッて言われるかなって思ってたから全然だったんで、あ、それだったら良かったっすわ、本当に、まあ、こんな感じなんで、雰囲気としては、まあ、デートプランでもいいですけどね。あ、いいですね、二の二のコンビでデート、はい、ゆうちゃどさんと私でデート、はい、でもいいっすよ僕は。あれ、そうしましょう。早い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 、出し合いだから一応。コウタユズキです。ジャパネット TV ジローです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。なんか、え、いらっしゃいませって言いますけど、確かに、はい、ここばっかりですよね、会うの。私ここ住処なんで。いや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 、それはもう外に出て実践してこそみたいなとこないですか。いやいやいや、いいんですいいんです、もうみんなの。ねえ、やっぱその多分ゆうちゃろさんとかも思ってると思います。ずっと高みの剣持ち上がってて。いや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 。まあでもやっぱ見たいっていう声も届いてますから。そろそろやっぱ外出てもらわんとなとは思ってますよ。まあ、来たら受け入れます。あら、本当ですか。来たらですよ。あー、いいですねはい、断ることはないので、はい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 、来たら受け入れますけど、ここがいい。わかりました。はい、では今回も企画会議から見ていきましょう、はいはい。はい、それでは実践スタートしていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。おのおの、じゃあ狙い台は取れたって感じですかね。そうですね、よしよし、私は番長スリーしっかり取れました。はい、ゆうちゃどさんは狙い取れました。はい、バジリスク875番台抑えることできました。お、よろしいですか、これ打って打ちましょう。いいですか、バジリスク打ってます。ちゃんと打ってるんですね。ベル揃いました、ベル揃いました。え、どういう体勢なの、これ何してんの、え、今何してんの、打ってんのこれ、え、気持ち悪いすいません、すいません、はいはい、あのこれ大音量うるさい左側を押すと、あ、音量調整できます。はい、できます。あ、知らないのいや、初めて打ったんですよ、この台。大事なこと言うの忘れてました。はい、ユニメも入れてます。入れてないです。入れてください。いやいやいや、元気よくユニメもは最低条件ですよじゃあこの左の液晶を押せばいいんですね。はい、あ、ここで音量調整もできた、すいません。え、そこからですか。そう、音量ちょっとごめんなさい、じゃあこう聞こえるように小さめでやりますすいません、今日初めてパッスルを打った人ではないですよね。すみません、本当そのレベルです。本当に申し訳ないです。もし何かあれば本当にあの DMM さんに言っていただければ、もう次から呼ばれないと思うので。いやいやいや。何かあったら。いやいやいや、仕事仕事だからさ、チャロさん。はい。な、仕事仕事だから。はい。まあまあちょっと嘘ついてても。はい。ね、なんかやれてるよーぐらいな感じにしとかんとね。わかりました。いや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 。じゃ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 。すみません、頑張っていきましょうよ今日は、ね、頑張ります。やりましたねこれ。あら、やってんな。うわ、やってる。うわ、やりやがったうわ、やりやがったじゃあ行きましょう。はい、ああ、これか。
どこまでみんな気づかないか、ね、どうしようかな僕、ね、複数30ポイント以上で黄色なんだよな。まあでもまあモード下じゃないんで、そのモードが A 否定みたいなのあるんですけど、通常否定みたいなのあるんですけど、それ出るとほぼしごろなんですよ実は。というのはちょっと見たかったんですけど、ここから即前兆があるかだけちょっと見たいと思います。まあ、即前兆はないですねこれ。うん、やめとこ。結構ジャグラーが人気なんですよねこのホールさん。常連さんが結構埋まってる感じなんですけど、まあ、今日がいいかどうかって言ったらね、わからないですね。ジャグラーめちゃめちゃ難しいんで。めちゃくちゃ心強いですわ。なんかもう1台目がダメだった時もうジャグラーのコーナーまでも視野に入れて動いてくれてるってことですよね。そうそう、チャロさんのためよ。ありがたいっすよ。そういうことよ。ジャグラー強いですか。いや、なんか朝の埋まりがちょっと強くて、はいはい、だから今日が、ね、どういう配分か分かんないじゃないですか、はい、でなるとさすがにそれだけを信じるのは良くないから、はい、もし絆がダメだったらジャグラーとかもやってみたいなって思ってるので。あ、じゃあ状況を見とくんで、はい、チャロさんはとりあえずさ、その絆をね、はい、ちょっとなんとか頑張って、はい、うん、AT 入ったら生かしちゃってよ。わかりました、うん、私もゆうちゃろさんと一緒で6号機全然打ってないんですよ実は。え、そうなんですか。あ、そうなんです、そうなんです。そうなんですけど、はい、最近出てきた機種だとやっぱその朝一のリセットの恩恵があったりとか、はい、楽しめるポイントが増えてきてるので、はい、私でも楽しめてるんで、おそらくゆうちゃろさんも今後楽しめるんじゃないかなって思ってるんですけど。あ、そしたらリノさん、立花さんがその抑えた南国っていうのは、はい、朝一も狙えるし面白いっていうことですか。カメラかなんか、あれ、そうですね、ほら、もし絆2ダメだったら、あれ、まさか朝一で空いてるんで。ちょっと待ってもらっていいですか。まだ空いてます南国。ちょっとみんなちょっと待ってもらっていいですか。俺今台を探してるじゃん。え、チャロ、はい、え、絆2打ってるよね。打ってますよ今。巻物揃いました。何揃ったって言った。巻物です。今ちょっと巻物揃ってトイレ行ってます。巻物揃ってトイレ行ってます。トイレで巻物。いや、手前側内角って言ったよね。おすすめ内角開いてんだよね。え、内角いい。喋らなくなったんだけど。え、おい、ゆうちゃろ、おいゆうちゃろ、ちょっと待って。全然集中できない実践に。おい、チャロさん、あいつどこ行ったの。今私当たってるのに。え、いないよ。パチンコするっていう教えは僕たち3人から今日ないからね。ないですね。ユータイム狙いとかしてないですよ。まあそれだったら全然ね、全然いいんだけど。いや、いないの。いやライダーだ。発見したくないとこで発見しちゃったんですよ。え、ああ、伊達店じゃないですか。伊達店です。嘘でしょ。ちょっと待って伊達店にいますよ。いやいや、あいつ、あれさ、フードかぶってるけど隠れてるつもりなのかな、ね、あれ。え、何、いや、ちょっと、やっぱ事情聴取なんかめちゃめちゃ怖くなってない。捕まった、はい、2021年改めるんじゃなかった。うん、いやいやいやしか言わない。何、なんかごちゃごちゃうるさいけど、俺はスロット今打ちたくないんだよ。俺は、え、俺パチンコ打ちてんだよ俺は。じゃあだから負けるんじゃないの、うん、だから負けてんでしょ。じゃあお願いしたいんだったら先立つものが必要じゃないですか。先立つなくなる前提で言ってないですかそれ、うん、先立っちゃってます。誠意を見せろよ。勝たせようとしてる。誠意を。いや、誠意はそのデータを取ったりとかして、ね、もっと荒い台を打ちたい。凱旋なき今。あ、そういうこと。もっともっと荒い台で。でもね、やっぱ改めて勝ちたいわけじゃん、うん、でしょ、うん、5000枚こうで負けてるわけじゃん。勝ちたいでしょ、うん、ちょっと改めて、まあ、パスローで大選択でもいいんじゃない。まあ状況が良ければいいよ。伊達店が楽して勝ちたい。楽して勝ちたい。勝てない。それはない。楽して勝てるほど甘くないですよ。ない。いや、じゃあ勝負しようよ。え、お前らが一生懸命選んだスロット3台と
俺がただ適当に選んだパチンコ、どっちがいい今のパチンコ業界で玉が出るか。あ、そういうことね。勝負してやるよ。あ、いいよいいよ、全然ね。いや、いい、本当にじゃあこっちが勝ったら本当最後誠意見せなさいよ。ちゃんと皆さんに謝りなさいよ、見てくれてる皆さんにも、うん、俺が負けたら謝るよ。でも多分見てる人は俺寄りだと思う。パチンコなんてのは適当にやって出た時が一番楽しい、ね、いやだから手が壊れちゃうから、ね、そのスタートのね勝つ動きっていうのをね今日見せてくっていう流れだったけど、あなたはやらないから勝負乗るよ。そうしましょう、そうしましょう。自分のやり方でやりなさいよ。じゃあ勝手にやるよやるよ何喋るよ喋るよ。ちょっとなんだあいつ本当に。あれが通常なんですね。あれが通常なんで。わかりました。よかった。やっと分かったでしょ。よかった。なんかあったのかなと。負けの皮剥がれたから、まあ本当にマジで返り討ちにしてあげましょう、あいつを。はい、そうしましょう、ね。頑張りましょう。謝らせましょう。本当に。はい、楽しみだな、土下座。なんかかけようや。かけよう。かけないよ。勝負だろう。いやだからこっちはこっちでごめんね。フード取ってくれ、これもうアングラすぎるって一人。一人おかしいって。いやそうなんですよね。何よこれ。なスタッフが勝った方に1万円くれるって。あマジで。お前が勝手に言い出してんだろ。お前が勝手に言い出してんじゃないの。勝った方に1万円プレゼント、勝利の証として。ってことは3万ってこと。こっちギャラ1万プレゼント。 あマジで。あまあまあ、マジで1万くれますかディレクター。今交渉する。制作費今なんだよ。制作費あと 3万上乗せしてくれますか。やったー。通るんですか。通るんですかよ。通るのかよ。すごいな。このディレクターおかしいからさ。部分部分。大丈夫かな。おかしいんですよ。ところどころで。心配になっちゃう。もういろいろ。本当に。うわでも嬉しいんだよ。嬉しいんですけど、ゆうちゃろの一声で。そうなんですよね。そんな簡単なの。マイジャブは特にね強いんですが、やっぱりチャロがねこの台捨てちゃってるんで、ある程度今日いいかどうかの判断しようかなと。でユニメモもねしっかり入れてやりますんで、スタートしていきましょう。バジリスク絆2でございます。対決ですね。3ゲーム目にベルしてれば熱いんですけど、ベルこぼし、あれ続いた。4ゲーム目、当たりました。低投資、投資230枚ですね。ゲーム数が209ゲーム目です。いきます。いい感じです。ただここで追加投資。準備中に追加投資しなきゃいけなくなって。よし、いった。大台でいきました。5ゲーム目。中対決です。これは勝ちたい。チャンス目、返答。これは外したら泣く。よし、うん、ボーナスでした。1日目ボーナスゲット。ここからはユーリカランプを行使するタイムですね。37から100と137から200の間にユーリカランプが途切れることがほとんどですが、それまでに当たってくれれば、まあ、蝶々がね飛ぶ可能性もありますし、まあ、要するにここ消える前に当てて飛ばしなさいよってことです。できるできる、大丈夫。遅れましたね。遅れ、これで2回目かな。
37ゲームから100ゲーム間では消えなかったので、あと137から200ですね。でリプレイのフラッシュで、まあ、普段と違うフラッシュをしてくれれば、まあ、C 以上確定するんですけど、まだ出てないですね。よし、いいよ。166ゲームですね。これで飛んでほしい。さあ、朝一台2発目の当たりですけど、よし、気持ちいいですね。こちら立花里の超飛びました。おお、おめでとうございます。ありがとうございます。94枚。そして2連目、よし、ほら、すごい、固まった。いただきました。フリーズ、はい、マジで、すごい、わー、すげー。ちょっと行こう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 、マジで見に行こう。じゃあだきー、いやー、すごいな。楽しいですね。ほぼ完走しますもんね、これ固まったら。ね、これが好きでずっと打ってるんですよ。毎日毎晩。大好き、もう本当に愛してる。持って帰ろうか今日。ゆうちゃろ聞いてんじゃないの？これ。ちょっと言ってこようかな。すごい。ゆうちゃろさん聞こえてますか？この音。ゆうちゃろ。聞こえてますか？あ、やった、やった。はい、あいつら終わった、あいつら終わった、あいつら終わり、あいつら終わり、あいつら終わった。もう最強の保留来たよ。源さんの当たりを、あの現実が見えてない3人に当たった当たるぞこれ。嬉しそうやな。こいつの速さに恐れおののくがいい。この台って源さんって、3図から7図からあたりは右打ち突入確定じゃないですか。で他にも全回転とかも右打ち突入確定なんで、右打ち突入するときって結構その辺に持ってかれちゃうんですよ。だから偶数図からで当たると通常あたりのピンチではあるんですよね。まあでも多分なんとかなりますよ、なんとかなります。だって今77回転だもん。ちょっと多分俺に来てるよ今日流れが。あの推定筋保留で期待度8割くらいでしょ。で今極限演武発生しました。これ 65% くらいあります。でこの極限演武って単体だと外れやすいんですよ。信頼度 65% とか公表されてる割に。その代わり何か強いのと絡めば逆に、俺はねもっとあると思う。強いのと絡むと65以上になる僕の中で。はい、極限演武発生。上からなんか落ちてきましたね。大震えるからでしょうね。そうなんですよ。であと今からバトル後半行くんですけど、チャンスアップがめちゃくちゃ強い台なので、チャンスアップ絡んだらもうよしよしよしってなる。よし来た。はい、仲間参戦、チャンスアップ発生。あのガチなんかやってらんないっすよ。パチンコは適当に打って勝つのが一番面白いね。見てる方もそうでしょ。よし、もうもらった、ボタンも入ったしね。さああとは当落見るだけです。ちょっと音量上げますよ。さあ大当たりの瞬間来い、楽しみましょう。よっしゃやったー、ゲンさんやってよかった。早いですね、77回転、ねまあ、素直に喜べない感はあるんですけど、なんかわかんないですけど。あ、でも申し訳ないですけど私パチンコ派ですね。さああとはラッシュですよ。立つんじゃないかなって思っちゃってます。あ、この台突入率高いので、で僕今ね4連続くらいプライベートで外してるので、さすがに来るよ。センター以外ならチャンスだからね。センター以外来週に持ってかれそうですね。ね、センター以外見たいな、今すぐ見たい。うわ、センター入らんやろ。入らん入らん、お願い、みんなの力をください。
パチンコは適当で十分。おっしゃー、きたー。パチンコは適当で十分。適当に言ったのが一番面白いんだから、出てるからな、ずっと。ぜひ抜いてほしい。になるな。始まるぞ。5万パス始まるぞ。峠のラッシュ行くぞ。次回のパチタウン TV、 フリーズを引いた立花リノとゆうちゃろがデッドヒートを繰り広げる。さあ、確実に完走させますよ。362枚、3連目。あ、来た来た、やっぱりアッパそうだよね。イエーイ。果たしてリードするのはどっちだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。